さ、今回はですねディズニー完全攻略ということで香港ディズニーランドに来ています。で今回はですね園内のことに関しましては過去の動画がありますので、そこのプレイリストを概要欄に貼っておきますので、そちらをね見ていただけたらと思いますけども、実際こうどうやって来るのかとか、来るまでにどんなことがあるのかっていうのをですね駅から遡ってお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひね最後まで見ていただけたらと思います。そして香港ディズニーランド以外に何があるのに関しましては、香港の駅名ルーレットっていうプレイリストを概要欄にまた載せてますので、そちらを見ていただいてディズニーランド、そして香港を楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。それでは少し時間を遡って駅からスタートしていきたいと思います。はい、ということで駅に着きました。で今回はねセントラルって駅からディズニーランドに向かっていきたいと思います。で今がこのセントラルって駅なんですけども、このセンターって駅がいろんな駅がね集中している場所になるんで、多分ここが拠点になるのかなと思います。でこのオレンジのラインをずっと辿っていって、こちらサニーベイで乗り換えをしてディズニーランドに行くような形ですね。でこれで向かっていきたいと思います。で駅に行ったらですね、だいたいコンビニがあるんですよ。セブンイレブンとかサークル系とか、そこで水とティッシュを買ってください。ここで買わないとサニーベイで乗り換えてディズニーランドの中に入るまで水を買うタイミングがないんですよね。そしてその中に入ってしまうと2倍から3倍ぐらいの金額取られますんで、ぜひこの駅で買って中で飲むような感じでやっていった方がいいかなと思います。では参りましょう。でこちらオレンジ色とあとディズニーランドラインって書いてますんで、この通りに進んでいきます。でさっきねコンビニで水と一緒にティッシュを買いましょうって言ったんですけども、香港のティッシュがめちゃくちゃ強いんですよ。ほんとガーゼぐらい強いんで、夏とか汗拭いたりとか水滴拭いたりとかにめちゃくちゃ適してるんですよね。なので結構ね香港から日本にお土産を買うときにですね、そのばらまき用のお土産としてティッシュをね大量に購入して渡す方もいらっしゃるんで、職場のお土産とかに結構いいんで、よかったらねぜひ使ってみていただけたらと思います。はい、ということでディズニーランド着きました。ということでこれからね中に入っていきながらちょっとチェックポイントを通過していきたいと思います。はあ、さあまずこのディズニーランドの看板をくぐって正門から入っていきましょう。でディズニーランド駅はですね、空港から直で来る場合はサニーベイ駅の1個前のチュンイ駅、青い衣を描いた駅で乗り換えて香港ディズニーランドに来るという感じですね。で手荷物がある場合はですね、こちらに手荷物を預ける場所があるんで、こちらで手荷物を預けていただけたらと思います。中にもねコインロッカーがある場所があるんですけども、まあこちらで預けれますよと。金額としましては手荷物もコインロッカーも1日140ドルですね。そして1日限定になりますんで持ち越しはできません。なのでもしコインロッカーに忘れてしまった場合は問い合わせをして取りに行くか送ってもらうかっていう形になります。でこちらフォトスポットがありまして、これを右に曲がったらですねゲートが2つあります。で1つ目のゲートが手荷物検査場になってますんで、そこでバッグの中身をチェックされます。まあ、さっきですね事前に水を買ってきましょうとは言ったんですけども、買いすぎてクーラーボックスに入れてきたりするとこれはもう持ち込み厳禁になったりするので、そこは注意していただけたらと思います。そしてアルコール、これも持ち込み NG なんですよ。なのでアルコール飲みたい場合は園内で売ってますんで、そこで買っていただくような形になります。あとその他持ち込みが NG になっているやつはこちら一覧になりますので、よかったらねスクショしていただいて気にかけていただけたらと思います。で手荷物検査が終わったらこちらチケットを買う場所があるんですけども、ここですね並ぶときめちゃくちゃ並ぶんですよ。で結構暑いんで事前にねインターネットで購入してくるのがベストだと思います。香港はですね今4月の上旬で最高気温が27度から29度になってまして、湿度が 80% から90% なんですよね。なのでもうめちゃくちゃ汗だくになるんで、結構ね気合入れてきていただけたらと思います。さあさあさあ、これから園内に入っていくわけなんですけども、まあねディズニーランドとかこういうテーマパークに来るとやっぱりちょっと充電が気になるじゃないですか。バッテリー持ってきたかなとか、そのバッテリーが充電大丈夫かなとかあると思うんですけども、この香港ディズニーランドの中に数箇所ですね、チャージのコーナーがありますんで、そこをですねご利用していただけたらと思います。で最初がですねこちらディズニーランドシティホールっていう場所がありますんで、こちらでですね充電の方が行えます。
そしてこちらが両替所、紛失物センターにもなってますんで、コインロッカーに置き忘れて一日持ち越した場合はこちらに問い合わせという形になります。すごい、ちょうどこの列がミッキーとグリーティングをする場所ですね。このガゼボがですねミッキー像になってますんで、ぜひ来たらねここで写真を撮っていただけたらと思います。左手が主にグッズコーナーになりますけども、右手がですね途中からフードコーナーになってきます。こちらですね、でこちらの隣がスターバックスになってますんで、そのままコーヒーを飲んで楽しむことができます。でこのスターバックスで香港ディズニー限定のタンブラーを買うことができます、ね。でこのスターバックスの横を抜けていくとコインロッカーがありますよと、ね、1日140ドルなんですけども、ここはですねスーツケースとかが入らないんで、ちょっとサイズだけ確認していきましょうかね。ここで充電器も借りることができて、ここでロッカーも使えますよという形ですね。はい、そしたらメインストリートに戻っていきます。うわ、こういうねアイスクリーム屋さんもあるんですけども、アイス買って写真撮ってる間にベロベロに溶けてしまいますので、その駅で買ったティッシュをねぜひここで使っていただきたいと思います。でここの場所が結構重要で、夜8時ぐらいですね、閉園の30分前からですねモメンタスっていうライトアップショーがあるんですけども、そこのメイン会場がここになってきます。こちらでですねお城全体にプロジェクションマッピングとか花火とかが上がって見ていくわけなんですけども、ここがですねすごい人だかりになるので、かなりねポジショニングが大事ということで、結構早い段階からですね、皆さん場所取りをされてますね。でね結構ねディズニーランドって疲れるんですよね、一日いると。なのでこのモメンタス結構見るのしんどいなという方はですね、こちらの席、ここだったら食べながら見られるんで、ぜひねここを利用していただけたらなと思います。ここだと座って食べながら見られるんで、例えば家族で来た時は、まあ、見たい人は中で見て、ちょっと座りたいなっていう人はここで席を確保しておくっていうのも一つ手かなと思います。はい、ということでね、園内で水を買うとだいたい30ドル600円ぐらいになりますんで、ぜひね1本目はね事前に買ってきていただけたらなと思います。ここに来てね一発目に水を買うとね円換算しちゃうとこの後何も買えなくなっちゃうんで、最初のドリンクはね事前に持ってくる、そしてもし足りなかったら中で買うぐらいがちょうどいいのかなと思います。でさっき駅でも言ったんですけども、サニーベイから乗り換えてここの園内のゲートをくぐってここまで来るまでに水を買う場所がないんですよね。なので最初の駅、香港駅、セントラル駅か、まあ、カウルン駅かチュイン駅で買ってくることをお勧めします。はい、ということで今回ですねディズニー完全攻略するための準備動画になります。完全攻略するためには事前の準備が必要ですから、そのための材料にしていただけたらと思います。この動画いいな、ためになったなと思っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いしたいと思います。そして先輩方からこの情報もあった方がいいよっていうのがあればですね、コメント欄に書いていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、バイバーイ。